はい、どうもお疲れ様です。今日は、4月19日ですね。はい、今回は、ちょっと衝撃的なね、ニュースがフランスから入ってきましたので、ニュース的な短い動画にしたいと思います。日本人がこうね、知ったのって、これ、あれですよね、辻人生さんの、ツイートとか、ホームページだと思うんですけれども、このデザインストーリーズというサイトちょっと見てみますね。4月18日付で、フランスメディアを騒がす新型コロナの正体ということで、新型コロナは本当に武漢の市場から出現したのかというね、こと。これについては、ずっとね、いろいろこう言われてきましたけど、今までですね。今回なんとこう、ノーベル賞を受賞したエイズウイルスの権威が登場して、新型コロナは人工的に作られたものだと言い切ったということですよね。で、どういう人かといえば、これ、リュック・モンタニエ博士ですね。新型コロナウイルスは中国武漢にあるウイルス研究所から自己的に漏洩してしまった、人工操作されたウイルスだと発言したのだということです。リュック・モンタニエ博士、ウィキペディアでは、パスツール研究所ってね、有名な研究所におられて、それから、1983年に HIV を発見したということで、それで、ノーベル賞を受賞されたんですかね。はい。本当にこれ衝撃的で、あと、もう全部はこうね、読むとあれなんで、もうそのね、この辻さんのサイトで、ちゃんと、見てくださいね。あとね、いろいろこうね、他の人もね、こういう自然界に存在することはありえないというね、いうことを言ってますし、あとね、この新型コロナには、このエイズウイルスがね、含まれてるというね、話とか、インドのね、研究者が同じようなね、研究発表をしようとしたところをね、なんかこう、強い圧力で、潰されたみたいなね、話も載ってますので、ぜひね、この辻さんのサイトに、アクセスされて、読まれたらどうでしょうか。もちろん、下に、リンク貼っときます。で、この新型コロナの人工説っていうのは、1ヶ月前ぐらいに、この川添恵子さんと、アンソニー・トゥー博士のこの対談もですね、これ結構衝撃的やったんですよね。はい。これ日付が3月18日の動画ですね。やっぱり1ヶ月前ですね。で、このアンソニー・トゥーさんっていうのは、台湾出身のね、今、アメリカの、現役なん、ちょっとね、90歳なんで、ちょっと現役じゃないと思いますけど、アメリカの科学者、コロラド州立大学名誉教授ということになってますね。はい。で、松本サリン事件の時にね、いろいろご活躍されたという話は載ってます。はい。そういう方が、生物兵器が漏れたのではないかということを、おっしゃってたんですよね。はい。この動画のリンクも、下に貼っときますので、これ何回かに分かれてるんですよね。この動画もおすすめします。はい。で、これ、人工ウイルスじゃなくても、で、そしてその生物兵器ではなくても、ウイルス発生で、あと発症ですね、からの、中国や、WHO の不手際はもうこれ明らかなので、これは世界がね、追求すべきですからね。はい。もうこれ徹底的にこれ収束してから調べるというでもね、そのもんいつ収束するかもわからないんで、もうこれ同時並行でね、ちょっと責任はね、もう追求していかないといけないと思いますね。はい。ということで、情報紹介するだけの動画でしたけれども、はい。はい。皆さん一緒に、コロナを乗り越えていきましょう。はい。それではまた。はい。